ないのにカチャポンみたいな音がするのが現実的、びっくりしました。想像してたのよりなんかお堀っていうのもあってびっくりしたんですけど、綺麗でした。美しかったです。こういったですね、自然物に対するプロジェクションマッピングの投影は東京都で初めてでございます。トライアル的なところもございましたが、これだけ多くの皆様方に来ていただいたことはですね、非常に反響を呼んだのかなと。今回のプロジェクションマッピングを使ったイベントをですね、通しまして歴史的財産である外堀の水質改善によって水の都を東京に蘇らせようというですね、取り組みを都民の皆様方にご理解して機運醸成をですね、図っていきたいと考えてございます。